こんにちは、モンゼ体水呑です。今日はね、えー、またね、えっと音声の方がおかしくなってるので、私のね語りでね、きあの見てもらおうかななんて思っております。表情がすごく痛そうでしょ本当にね、めちゃめちゃ叫んでもらってるんですけれども、それを聞かせてあげたいんだけどね、音声がバリバリ音が入っちゃったんで私の声で楽しんでください。申し訳ない。今ね、えっと、どこを押しているかって言ったら大電筋 臓筋とえ大臀筋中殿筋とかが筋肉が止まっている場所の起死停止っていうね筋肉がついている場所ですよね。関関節と関節とのの間の付け根ですよねでここの部分を緩めてあげると何ていうのかな 腰痛にに劇的に効いてくれる場所なんですよ、ねまあ、僕うちのね悶絶生態三つどもの動画を見ていただいているそこのマニアックな変態のあなたはあなたには分かると思いますそうここの部分ですよね股関節の付け根ここをねしっかり緩めてあげるとね劇的に効くんですでもね痛そう痛そうすぎます この痛そうなんだけど痛さを乗り越えたその先に待ってる解放感っていうのをね劇的にそうそうそう腰痛に効くんですよね。で今ね押さえてみたね腰痛のね腰の部分とかあとねえー 外側の膝の部分とかにね電気が走るみたいな感じでビリビリバリバリとねきますってあとねここを押さえてあげるとねその膝側の、えー、外側の部分とあとね前頸骨筋とかのところもずーんと重たくなったりするんですよね。でどうしてもねし座り仕事とかあと運転が長い方とかそういう方とかね 立ち仕事でも同じ方向に体重をかけて立ってる人なんかはね、ここがね、劇的にね、痛みがね、出たりとかね、疲れが溜まったりする場所ですよね。ほら、痛そうに、悶絶、もだえてます。これこそ悶絶生態です。音声聞かせてあげたいけど、私の煽りでね、見ていただければなと思います。ほら、ストップが入りましたね、ストップが。 ストップ入るぐらいやっぱりこの場所って痛いんですよねでこの場所を、ね、しっかり緩めてあげるのは、ね、効果的ですで今はね悶絶整体は MAX1 のやり方でやってるんですけど MAX2 で外側抗菌もしっかり緩めてあげるようになるので、ね、ここの、ね、痛みっていうのは、ね、劇的に減りますが、まあ、初めてねうちの悶絶整体を受けていただく方はねやっぱりね激痛になるんですよね でモンゼ生ッ MAX1 と MAX2 何が違うかって言ったら、まあ、あのもう他の動画で、ね、もうメンバーシップもやめにするので、まあ、先にこれ見られてる方はあれなんですけどもあの何が違うかって言ったら足の筋肉っていうのは、えーだえー、前側横側前側内側外側後ろ側,側っていうね筋肉は全部ついてるんですけどもその外側の外側口筋をしっかり緩めてあげることによってやっぱりね 足の筋肉をしっかり緩めてあげるとお尻の筋肉って劇的にね改善してくれるんですよ。でつい先日昨日かな昨日かな来ていただいたお客様も「あの先生足の疲れぎっくり腰がずっと続いてる状態でなかなか取れないんです」っていう方が足の方をねしっかり緩めてあげると「えー 嘘のように足がえ、ね、あ、腰が軽くなってすごく楽になりました。みたいな方がおられました。やっぱりね。そのね、腰が痛いからって言って腰ばっかり触ってるようではなかなかね。腰痛って改善しないんですよ。で、その腰を改善させようと思ったら、足の疲れと。やっぱりこのね。 大臀筋の付け根のねこの股関節の場所をしっかりとね緩めてあげないとやっぱり効果的に緩んでくれませんただねその緩めていくためにはねめちゃめちゃ激痛になるんですよねでもしね皆さんねご自身でできるのであればソフトボール もしくはゴルフボールなんかで、えー、それを下に置いていただいてこの股関節のところをしっかり緩めてあげるとね劇的に回復してくれます特にね座骨神経痛の方とかもねそこの場所をねしっかり緩めてあげるとねかなり効果的なんですよねほらこれ受けてる人めちゃめちゃ痛そうでしょ、うん、な何かしらね絶対痛いですからねこのこのこの角度ねこの角度も重要ですここギャーって言ってて言ね 言ってるますけどねここをねしっかり緩めてあげると本当に効果的なのでこの場所をね劇的にね緩めてあげないとねだめなんですけどもねなかなかね角度が難しいです、えー、私たちね僕と、えー、マサト先生なんかもやっぱりね押さえていく時にねこの角度がね一箇所でもずれちゃうとねやっぱりね痛さが違ったり効果が変わってきたりするんですよねなのでね、えー、他のね、えー、マッサージの方でこの動画を見てたらうちのね動画のやり方を参考 にしててていいいいいただいて盗んでいただだ盗んんで構いませんその技術を皆様にね来ていただいている方にねしっかり使っていただいて、えー、皆さんがね体が楽になるようにねしていただければねうちの動画を使っていただければ幸い,幸いでございますから是非是非この動画をね見てねあこの角度かとかねほら今ね体ねお客さんの体の角度を変えましたけどこの角度がねすごくね重要なポイントになってきたりします。 その自分の体の場所とお客さんの場所の角度が少しでもセッティングっていうんですかね、まあ、その場所がちょっと違うだけでもね効果が劇的に変わりますから是非ね参考にしていただければなと思います。であの受けたい方ね変態のねそこのあなたその方々はねここのポイントに、まあ、今で言ったらねゴルフボールとソフトボールの とは、ね、言いましたけどテニスボールとか言いましたけどもそれがな,なくて、えって、と、マッサージガンとか持ってる方はねここの場所をねしっかりと、ね、マッサージガンでガンガン緩めてあげるとかなり効果的にね腰痛が改善しますでマッサージガンまあ,あの好き嫌いがありますから、まあ、好きな方はねそれ使っていただいてあとはオカリナ式の あの押す機械とかねお私が解説してみた系でね押さえてますけどもここをねやっぱりねしっかり緩めてあげるとね本当にね劇的にね腰痛は回復しますで、えー、それでも取れなかった場合っていうのは、えーね、骨の状態異常とか疑ってみればいいんじゃないかなと私は考えてますでここをねしっかり緩めてあげるとねやっぱりねその痛いんですよとにかく痛い。で、 大臀筋のね付け根になりますから大臀筋とあとね利常筋の方もこの横側のサイドから緩めていくと本当にねこの手に汗握る感じがで緩んでいくんですけれどもこれがなかなかね本当に痛いもうね来てみて受けていただいたそこのあなた変態のあなたねその方々は分かると思いますけれども本当に痛い初めて来る人はこの動画見てね覚悟決めてよあの思ってる以上に痛いですから 本当に痛いただその痛さの終わった後には解放感が待ってるんですよねそこまでしてでも来る人変態たちがいるからもん絶生態光信の動画がねこうやってね垂れ流されていってるわけですよ、ねえー、でこのお尻の筋肉が硬くなるのをね防ぐためにはねもう何度もお伝えしてますけれども後ろポケットに財布を入れないとか あとね、椅子に座った時足を組まないとかお尻を温めてあげるとか足元を温めてあげるとかまあいろんなね要素があるんですけれどもね急にね、えー、指摘されても人間できませんからまあねあの自分でねなんかいろいろとやってみてああできそうだと思ったらやっていただければいいんじゃないかななんでもうずせたい密度を考えてます。 ねでえー、あとあとこれね1回受けたらね門前絶生態楽になりますかってよく言われるんですけども何て言ったらいいのか男性だったら分かると思うんですけれども1回やっても髪の毛を切って整えた後みたいな感じになるわけですよ終わった後っていうのは1回髪の毛を切った感じそっからやっぱり1ヶ月ぐらいするとね短い方なんかだったら私もね1ヶ月に1回ぐらい散髪行くんですけれどもそんな感じで持つ方でも1ヶ月に1回ねっ で短い方だったら1週間に1回2週間に1回来られる方おられますみたいな感じで何て言うのかなやっぱり1回やったらずっと楽になるかっつったらそうでもないんですよねある程度の、ね、回数をね。えー 最低3ヶ月に1回ぐらいされてるとやっぱりね体の状態っていうのは持ってくれるようになりますからこれはね自分の体にどこまでお金を使えるかっていう風なね考え方価値観の問題になってきたりもするんですよねなのでね自分の体にどこまで使えるかあとは遠方の距離だったりとかしますからどこまで使えるかっていうのによってやっぱ体のね重要さって変わりますからそこはねご自身でお考えください。うちでは えー、3ヶ月な来なかったら再診療っていう罰金をねもけてね「ああもう先生もういやらしい」っていうふうに言われて思われてますけどもそれぐらいでやっぱりやってると体の状態ってね本当にね楽になるんですよあの1回受けてね激痛だった人はねやっぱ3ヶ月に1回程度ずつ来られてるとね痛さが本当に減っていくんですこれね受けた人しか分からない話なんですけどもねそれをやってるとね体の状態って楽になっていきますから 3ヶ月に1回ぐらいね季節の変わり目ぐらいにやってると本当に体っていうのは楽になっていきますからぜひ参考にしていただければなと思いますね。で1ヶ月に1回とかね、まあ、そのご自身の体によって、まあ、週1で来られる人もいえば2週間に1回来る人もいますし1ヶ月に1回の人もおられますしやっぱりその辺っていうのはね体がどこまで疲れたかによって変わってきたりしますからそれはね、えー、自分に置かれた環境でね えー、考えていただければななんて思いますだからね当店では3ヶ月に1回来なかったら罰金として3000円取るっていうね最新料システムを導入しておりますからそれで来られる方はやっぱりずっと来られますあとはねその季節によって、えー、調子いい人ってやっぱりね半年に1回とかでも全然効果的だったりしますからそういう方もおられます 1>, 1年に1回しか来られない人もやっぱりおられますからねその辺はねそういう風なんでいいんじゃないかなと思っておりますあちょうどね終わっていい感じですよっていうのを今からやっていきますやっぱりねねお尻の、ね 大筋とかか横側から緩めてあげることこの動画をね続けて見ていっていただけるとねもん絶生体みつとんがどんなやつをやり方をやってるかっていうのが分かってもらえるんじゃないかなと思いますからこのね、えー、動画を参考にしていただいて私の技術なんかを盗んでいただいたりとかしたらねいいんじゃないかと思ってます。 でこうやってね、ほらやっていくと背中がめちゃめちゃ和らいでますねっていうので背中が柔らかくなっていくわけでございますでこのあとね背中をやっていくんですけれども、うんえー、本当にねもん絶生態はやっぱり下半身をしっかり緩めていくっていうのが効果的ですからそこをねしっかりやっていってますね あとは今からね、背中の肩甲骨とかやっていくわけですけれども、またこの辺の動画はね、また次の動画にさせていただければなと思います。以上、モンぜ生体水の部でした。またね、えー、いいねとかチェックしてくださいね。はい、じゃあまたね、バイバイ。